マニメーションチャンネルマニマニ TV。 リリートライアングル。これだ、時計のアラーム。決まった時間に聞こえるわけだ。壊れかけてこんな音に。ネタが割れればこんなものか。ともかく生徒じゃなくてよかった。こいつ本当に生徒会長なんだ。私はビビって身動きできなかったのに。さて、怪異も撃退したことだし、そろそろ戻ろうか。うわっ、うわっ、すまない、今さら怖くなって。いいさ、捕まってろ。リリートライアングル。会長が行方不明になられて、すでに60分が過ぎた。会長。会長、いずこへ。もったいられない。みんなどうしたの。クゼコをものの1時間浴びなかっただけで、なんだか私も。クゼコがいなければ全ての前提が崩壊してしまう。これはクゼコ欠乏症。すまない、遅くなって。会長、命ないよ。17時50分、世界に光が取り戻された。急校舎に閉じ込められてしまって。なんと、己教師、抗議せねば。おかえり、ミトラ。うん、なんかあった。ない、何も。くそ、いつからだ。小姫の前でカッコつけられなくなったのは。なんだろう、この気持ち。クゼコと何があったのかも気になるけど、弱ってるミトラ、もっと見たい。少女たちが微笑んでる。なぜだろう。 SNS で数万いいねのレビューがついたスイーツを頬張っているからだろうか。いいな、正直いまいちだった。まずくはないが、目隠しして100円のものと食べ比べしても正解できる自信はなかった。そして数万いいねの代物にいまいちだよねと先手を切る度胸は互いになかった。相手の出方を見るまではコメントを差し控えたかった。先に動いた方がやられる。決闘にも似た玉虫色の微笑みだった、平和な午後のひとときだった。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしければグッドボタンもお願いしますね。